はい、皆さんこんにちは、ドラゴンです。いつもこのチャンネルをご覧いただきありがとうございます。今日はですね、アンダースロー投手を集めてみました。ストレート球速は、ね、平均で130キロ台と、オーバースローのピッチに比べて結構遅いですよね。遅い球でも緩急とかタイミングを使って抑えているピッチャーがいるんですよ。それでもね、打者は切り切り前しています。そんなアンダースローの好投手を紹介していこうと思います。それでは始めていきましょう。はい、まずですね、阪神タイガースの小林茂投手を挙げさせていただきました。巨人のね、江川卓投手との、事件で、ね、江川事件というもの、に巻き込まれたんですよね。そんな悲劇のヒーローです。王貞治選手の、一本足打法、そこから生み出したアンダースローのフォームから繰り出すキレのある球で、通算11年で139勝を挙げたり、沢村賞を取るなどエース級の活躍を見せました。しかし2010年に57歳という若さでこの世を去ってしまいます。2016年1月の7回忌にあたり、総監督を務めたオールスター藤井によって母体寺である本覚寺の、記念碑を設立することとなりました。まさにそれほどの、レジェンドピッチャーです。高橋礼投手ですね。福岡ソフトバンクホークス、188センチの長身をググッと畳んで地面スレスレのフォームから繰り出すアンダースローとしてはね、速い部類に入る140キロ台のストレートが武器です。2018年の西武とのクライマックスシリーズで先発するなど、チームの信頼も勝ち取っている3番人です。日米野球の代表にも選ばれて、さらなる飛躍が期待されております。2019年は2桁勝利を挙げる活躍、次世代のサブマリンスター候補です。はい、東北楽天ゴールデンイーグルスの牧田和久投手です。もともと埼玉西武ライオンズにいたんですけども、その後メジャーリーグに移籍して活躍をしたサブマリンメジャーリーガーです。先発、中継ぎ、抑えなどどこでもこなすユーティリティピッチャーですね。超高速クイックを使ったり、間合いを取って投げたり、投げるタイミングを変えて打者を翻弄しますね。この器用なクレバーサンバリンは古巣西武も、もともと再獲得を目指していたそれほどの、ピッチャーだったんですよね。今年は、楽天ゴールデンイーグルスでまたさらなる、復帰、さらなる活躍を見せていたんですね。はい、渡辺俊介投手ですね。千葉ロッテマリーンズ、サブマリンブームの立役者といっても、いいでしょう。6歳から野球を始めたんですが、常に控えで、見かねた父の勧めで3番手投手だった中学生時代にアンダースローに転向します。そこから急成長を見せ、プロに入って2005年には15勝を挙げて、翌年の WBC では好投を見せ、世界一に大きく貢献しました。地面スレスレのアンダースローはこの人が発祥で、アメリカメジャーリーグにも渡り、調整しました。現在は野球指導者として活躍をしております。次世代の第2のアンダースロー、第2の渡辺俊介投手を生み出すように活躍をしております。はい、南海ホークスの杉浦忠投手を挙げさせていただきました。この杉浦投手なんですけども、日本プロ野球史上5人目の投手5冠達成者、最強アンダーハンドの一人ですね。地面スレスレのところから投げ込むストレートで、あと大きく曲がる カーブ、スラーブかな、が武器で、1959年38勝を挙げました。圧倒的な成績を残し続け、54.2 イニング連続無失点という記録も持っております。はい、足立光弘投手ですね。阪急ブレーブス、この足立投手は日本シリーズ男と言われたように、大舞台に非常に強いアンダースロー投手なんですね。
でアンダースローに転向したきっかけとして高校時代に肘に軟骨ができたところからアンダースローに転向したそうなんですよ。で、阪急のレジェンド山田久志投手の師匠としても知られております。山田投手がストレート主体のピッチングに限界を感じたときにシンカーを足立投手に習おうとしたんですが、足立投手はそれを拒否。後々にその理由として自分より若い山田がシンカーを覚えたら大変な脅威になると感じた、チームの同じタイプの投手は2人いらないですからねと正直な気持ちを吐露していました。阪急ブレーブスの2枚看板はどちらもアンダースロー投手だったのです。はい、続いてその2枚看板の1人、もう1人か、山田久志投手ですね。阪急ブレーブス言わずもがならこの人は、阪急ブレーブス、そして、日本のアンダースロー界のレジェンドです。アンダースロー投手としては日本プロ野球最多となる通算284勝を記録しました。レジェンド3マリンズ、史上最強のアンダースローピッチャーと言われており、プロ野球記録の12年連続開幕投手、今ではありえないですね、を務めました。天下の宝刀シンカーは歴代トップクラスのキレを誇り、シーズン20勝3回も達成しています。 MVP も2回取ってます。野球殿堂入りももちろん果たしました。アンダースローの先駆者、それは山田久志投手じゃないかなと思っております。はい、以上でアンダースロー投手第1号伸びやらか直球で打者圧倒というテーマを終わりにしたいと思います。この動画が、ね、少しでも良かったなと思っていただけた方はチャンネル登録と高評価お待ちしておりますので、よろしくお願いします。まあ、コメント欄からね、感想等もお待ちしておりますのでよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。